スタートしましょうか。今日はね、アングル変えて、結構なんかドライブ動画って感じでしょ。じゃあちょっと行ってきますね。はい、速稼塾の久保でございます。今日もセルシオとともに旅を続けていこうかと思います。シートベルトね、締めないとね。はい、シートベルトを締めてからエンジン始動してくださいね。私のこの住まいの近所は交通量非常に少なくって、ちょっと油断しがちなんですけども、でもね、歩行者はちょろちょろっと出てくるんですよ。ですんで、本当に慎重に運転しないとね。特にノーズの長い、このセルシオみたいなセダンは、曲がり角がね、非常に見えにくいんですよね。このボンネットをほとんど出した状態でないと右見て左見てができませんので、本当にね、周りのドライバーさんに、そして歩行者の方に迷惑がかからないようによろよろ運転しないといけないですね。ちょっとなんかこう不安定ですね、やっぱりね。カメラのその固定具がぐにゃぐにゃしてますね。危ないですね。まあテスト走行なんで、ちょっとこれを加味して、カメラの設置も考えないといけないかなっていうところですけども、今ね、サンルーフに吸盤みたいなやつで貼り付けてるんですよ。ですんで、こうゆらゆらするのは、やっぱり天井から吊るしてるからでしょうね。そうなると、その撮影の角度もほらずれてきてるんですよ。だんだんずれてきてるね。これじゃやっぱ良くないですね。ハザード焚いてきっちり固定しないといけないですね。こういう風にね。でも天井固定がなんかうまくできないのかな。吸盤がこう、これでいいのか。ちょっとでもいまいちですね、やっぱりね。うまくいかないかもしれない、これは。でもちょっとテストなんで、もうしばらく運転させてもらいます。なんか非常に揺れてね、見にくくって、見てる方が酔っ払っちゃうかもしれませんね。乗り物酔いするかもしれないですね。理想的には、やっぱりここにつけるカメラか、もしくは、そうですね、誰かがこうやって持っててくれるしかないですね。でもセルシオは振動が少ないのが売りなんですけども、やっぱりね、エアサスとかにしてるんで、やっぱ揺れるんですよ、これ。いわゆるその、なんていうんですかね、純正の、この揺れを軽減するシステムが働いてないんですよね。だからそれがだから中古車の、ウィークポイントじゃないかなと思います。乗ってみないとわからないウィークポイントってあるんですよね。見た目とか、車のスペックって大体中古屋さんが書いてくれるじゃないですか。だからね、書いてない内容について気をつけないといけない部分はどうなんですかってことを具体的に車さんに聞かないといけなくって、これはダウンサスにしてるけども、振動はどうですかとかね。あと、オートクロージャーっていうセルシオに独特の、ドアが勝手にね、パタンと閉まるやつ。ハンドアの時でも。あれがついてるかどうか私聞かなかったんですけども、やっぱりね、改造車なんで、一部ね、カスタムカーになってましたんで、オートクロージャーは全部機能が停止してます。おそらくローダウンしてるからなんでしょうね。これを純正に戻して、バネサスにすると、多分復活はすると思うんですけども。あとね、猫のヒゲも効いてないような気がします。猫のヒゲは何かっていうと、この車体に、なんかね、何十センチ以内に、壁とか障害物が近づいたらピッピーって言ってくれて、衝突防止の警告音を出してくれるやつなんですよ。ベルファイアにあるんですけども、これは、近づいてもピーピーってならないんで、もしかしたらないんじゃないかなと思いますね。それも切れてるのかなと思います。レーダーはね、ついてるんですよ。センサーはついてるのが目視できるんですけども、ただ動作しないんですよ。で、しばらく乗っていくとそういったことが見えてくるかなっていうのと、私もセルシオはね、今まで6台乗り継いできて、30台はもうセルシオと共にあったわけなんですよ。20台はね、セドリックのシーマじゃないわ、グロリアのグランツーリスモと共にあったんですけども、これもね、相当なカスタムをしたやつを中古で買ったんですけどもね、当時のサラリーマンだった私にしてみたら、結構怠慢はたれたんですけども、事故であっけなくね、やられてしまいましたけども。そう、セルシオはね、乗り継いできたんでわかるんですよ。あれ、この機能ないな、みたいなね。そういうところは、セルシオを中古で買うときには気をつけないといけないかなと。こだわりのこの機能、これだけは譲れないみたいなものがちゃんとついてるのかどうかってところですよね。で、私の場合は、もうお話したように、3つぐらいですよ。どうしても欲しかったのは。それは、ローダウンと、フルスポイラーと、モニターが後部シート専用のやつがついてるかどうか。これがあれば、あとはね、目をつぶれるかなっていうところだったんで、オートクロージャーも、それから猫のヒゲも、目をつぶってる状態です。うわ、今日ね、ちょっとスーパーに来てみたんですけども、エブリーっていうスーパーなんですけどね、満タンですよ。うん、ちょっと入れそうないですね。これ店内も、5密ぐらいになってると思います。それから隣にハローズ伊勢ヶ丘店があるんですよ、ハローズが。ハローズの方もね、UFO とハローズとウォンツと共同でショッピングセンターになってるんですね。ちょっとぎっちりですね、これは。ダメですね。うん。オーバーランした車が戻ってきます。交差点は非常に危ないですから、本当にね、黄色だったら絶対停止です。以前だったら黄色はね、勇気を持って突っ込むみたいなことを言う人がいましたけども、今は黄色は停止で、なんか信号で黄色になる前触れなんていうの気づくじゃないですか、いろんな周りの環境で。もう完全にね、間に合いそうにない青はもう止まりますね、少々早めに。だからね、その信号1個突破できたからって言って、人生の速度はそんな変わらないですから。だからもう、信号を安全に止まることによって、安心が変えるんだったら、それが何よりですよ。そういう風な交通マナーに切り替えていかないとね。だから1台前の車が、お、前の車、これ突っ切るつもりじゃないのか、一緒に行こうかな、みたいな、見切り発車を信号の代わり目にすることがあると思いますけども、うん、それはもう本当危ないんで、やめた方がいいと思いますよ。今、黄色では止まる文化ですから。特にね、今40代50代以上の方は黄色はフルスピードで突っ張ってた文化だと思いますけども、今はもうそれ変わりましたんでね、黄色はみんな止まりますからね。ちょっとね、スーパーがいっぱいなんで別のところに行こうかな。唐揚げをね買ってみようかなと思ってるんですよ。唐揚げの専門店が近くにありますんで、そっちの方に行ってみようかと思います。うん、まあ、こうやってね、今日は通常でしたら土曜日は外食の日なんですよ。大島の方にお好み焼きはね食べに毎週行ってるんですけども、今日は大和くんがね早めに寝ちゃったんで、今ちょっと預かってもらって、2人っきりなんですよね。ゆかちゃんとお嫁さんとね2人っきりなんですよ。で私ね、シーズンが変わると9月からね11月までこう秋っていうシーズンなんですけども、秋用の服をね、5、6着プレゼントしてるんですね。まあね、もう似合っちゃってね、今日も。とっても可愛いですね。やっぱ自分の奥さんがとても可愛いなって、今日もなんかホリブルするなっていうのは、いいことですね。いくつになっても。まあ、私もう40の半ばっていうか、50が近づいてきてるんで、どっちかって言ったらお嫁さんっていうよりもなんかね、娘にプレゼントを買うパパみたいな気持ちですけどもね。あれは新選組のポスターだ。消費税は廃止。いや、本当に消費税廃止してくださいよ。なんぼ消費税払ってると思うんですか、こっちは。なんかね、人の年収ぐらい消費税だけであるよと。まあね、まあいいんですけど。ね、唐揚げ専門店もうちょっと先にあるのかな。持ち帰り専門の唐揚げ屋さんがあるんですよ。あ、だいぶだからカメラ固定できたでしょ。 iPhone で今撮影してるんですけども、だいぶいい感じじゃないですか。うん、今回のテスト撮影はなかなかいいですね。なんですかね、サンルーフのこの扉があるじゃないですか、手動の扉。あれで固定具をちょっと挟んで押さえるような感じにすると、割と揺れないんじゃないかなと思って。揺れないし、ね、角度も変わらないですしね。ちなみに私サングラス取るとこんな顔になってます。どうも、若返ったですか、私の顔。最近ね、エステに行って、シミ取りをして若返ったという評判なのと、あとね、V クリームとかね、あとミストをしっかり塗って、肌のツヤを大事にしてるんですよ。だからいつもね、しっとりしてるんですよね、肌が。で、これね、髭もちょっとね、脱毛するつもりなんですよ。髭脱毛が私の住んでる町にもあったわけで、アフィリエイトがかかってきましたね、広告が。あ、ちょっとこれ、1回目が980円いってみようかなと思うんですよ。うん。で、多分痛いんですよね、きっとね。うん。まあ、小野沢さんも、ヒゲ脱毛を勧めてくれたんで、まあ、ちょっと脱毛してみようかなと思います。まあ、心残りといえば、私ね、マックス・チャンっていう香港の俳優、アクションスターが好きなんですけども、その人がね、結構ね、ヒゲを生やした役をやってるんですよ。それができなくなるのはちょっとね、痛いなと思うんですけども、でもヒゲは基本的に女性嫌がりますんでね。ヒゲは顔をこうね近づけると痛いっていうことらしいんで、うん、まあ、女の子の奥さんのためにヒゲは剃ろうかなと思いますね。唐揚げ専門店だ。どうだろうか、買ってみようかな。6g、60g、99円。安くないよね、60g ってことは。だいたいハローズが 100g168 円だもんな。ちょっとね、やめとこう、唐揚げ。もうちょっとドライブして様子を見ましょう。テストドライブですからね、これね。特に買い物に来たわけじゃないんで。でもね、このランチタイムに美味しそうなお昼ご飯のネタがないかなと思って、こうやってブラブラ探すのもなかなかいいですね。皆さんお昼も食べましたか？今ね、11時54分ですよ。だいたいね、私11時過ぎからお昼ご飯を作り始めてね、で12時ジャストぐらいにはこうゆっくりと食べ始めるんですよね。1日のサイクルってのが、まあ朝食はなかったりするんですけども、お昼はだいたい12時に食べて、夕方は5時ぐらいに食べてね、それから大和くんと一緒にお風呂に入るのが6時ぐらいと、8時にはもう寝てますね。でだいたい深夜2時とか2時半ぐらいに起きてきて作業が開始されるっていうライフサイクルですね。まあ、深夜に明け方まで動画撮影するとね、本当にね落ち着いて撮れるんですよ。ピンポーンもないですしね、電話もかかってこないんで。あと動画撮影の時に一番ね困るのは人が来るってことなんですよね。それが郵便であろうと宅配であろうと、自分でね宅配頼んでおいてなんか迷惑に感じるのも妙な話なんですけども。あ、そうそう、昨日ね浩二さんが来てくださってね、西成浩二さん動画アップするじゃないですか。いや、たくさんのもう100名以上の方が見てくださいましたね。浩二さんと私のツーショットはある一定の層からすごく熱望されていたんで、今回お二人がお会いできて本当に良かったというね、そんな感動と喜びの声をいただいてます。こちらこそ本当にありがとうございます。さあ、それでは何でしょうね、王将か、餃子の王将。でもこうしてみると特にないな、なんか食べたいもの。なんかね、食事を抜くのも健康法みたいですけどもね。カツショウか、とんかつね、とんかつもいいですね。でも結局何にしようかなってものがないですね。なんかこういろいろと飽きちゃったとは言わないですけども、何にしようかな。中華か、うん、じゃあ黄色で止まります。ここは歩道がない道路なんで、歩行者の方に気をつけないと、歩行者の方は横断歩道とかを丁寧に律に渡ってくれないですからね。もうね、道路の中央だろうと何だろうと突っ切って、あれだったら車の方が止まるだろうと思って、堂々と歩くわけですよ。で、しかもそれはね、高齢の方に多いんですよね。歩道橋とか横断歩道まで行くのが、やっぱりこう、めんどくさいんでしょうね。どっちかっていうと若い方は横断歩道とか歩道橋をきちんと渡るんですよ。でも結構お年を召された方は道路のど真ん中ね突っ切ってね最短距離行こうとするんですごく危ない。で車来て危ないからプープーって鳴らすじゃないですか。そしたらね小走りになるんですけども、歩いてる速度と変わんないんですよ。しかもその小走りも3歩4歩やったらもうまた歩いてるんですよ。だから本当にね迷惑だし危ないんでやめてくださいね。でしかもそういう姿を子供たちも見てるし、あれだったら家族でそれをやるんですよ。で子供たちに「急ぎましょう」みたいなね、道路のど真ん中をよく切ることを子供に教えるなって感じですよね。だから年を取れば取るほどモラリストになっていかないといけないのに、その逆の例が多いのはすごく悲しいことかなと思います。皆さんどうですかね。年を取れば取るほど世の中を使わせてもらってるっていう風なね、おかげさの精神にならないといけないんですけども、もう我が物顔になっちゃうわけですよね。なんかこうあれこれ知ったふりになっちゃうというかね、知ったかぶりになっちゃうというかね。脱現物はなんだろう、どこだ。お、日本共産党だ。やめろ共産党、まあ、共産主義はやめてくれよ、うん、共産党なんですかね。やっぱりこう民族浄化とかを狙って日本に来たんですかね、日本共産党。でもC さんが代表20年以上やってるんでしょ。まさに共産主義、まあ、守備一貫してますよね。共産党の山添拓さんとかっていう方は若いんですけども、トークがすごく冴えまくってて私結構好きなんですけどもね。でもトークの冴え渡りと頭の良さで共産党広められたら本当に共産国家にこの日本もなるかもしれないですね。まあ今ね、共産主義みたいな感じですけどもね、なんかね本当に民主主義なのかなと。みんなと同じようにすることが無難で正義とされてるこの世の中、多数派が主導権を握るこの世の中、つまり共産主義ってのはみんなで同じことをするのが良しとする、なんか結局日本の多数決理論とか空気を読む理論にものすごくねマッチしてるのが共産党の考え方なのかなと思うと、なんだかねじぐじたるものがありますけどもね。はい、キー信号です。止まります。はい、じゃあ特におかずを買うでもないし、あ、カツヤか。カツヤはなかなかいいんじゃないの？カツヤで行ってみるか。いやでもな、カツヤはいい油使ってるんですかね。やっぱね、揚げ物はね、新鮮な油を使ってくれてたら美味しいんですけども、なんか使い回しの油って、ギトギトで何が混ざってるか分かんなくなっちゃうし、もう酸化しちゃってね、油の役割をなさないんですよ。なんかこう、焦げ茶色になってるというかね。やっぱ、黄金の油で揚げてほしいですね。ミスター味っ子。結構この角度の撮影いいでしょ。なんか見た感じ。私も好きですね、これね。ちょっと次からこれやろうかな。ちなみにね、私の奥さん今日着てる服可愛いんですよ。すごい可愛いですよ。今ね、ソファーに座って半分寝たような感じになってますけども、あ、やっぱりこれ似合うと思って買ったらよかったなと思いましたね。やっぱこう自分の暮らす家の中に自分の好きな彼女がいる、まあ、奥さんですけども、そしてその彼女がデートに来たよみたいな格好をね常にしているという本当にもうどこまでいやらしいんだみたいなことをね言わないでくださいねもう奥さんに私はもう首ったけですからね、これほどはっきりね奥さんを愛してると言える48歳、もうすぐ49歳来月。どうですか？もうね、ふざけるなって言われそうですけどね。いくつになったんだって言われそうですけどね。いくつになっても好きなもの好きですからね。はい、じゃあ、ハローズでやっぱり買い物しようかな。懐かしのハローズ。私のかつての勤務地、ハローズ。で、私が一番いい成績を出した店舗に今日舞い戻ってきました。お客様としてね、店員さんを呼んで、俺も昔ねスーパーやってたから分かるんだけどって言っちゃ絶対ダメですよ。そういう人いますからね。何なんですかねあれねまあ謙虚に使わせていただいてるという気持ち、おかげさまの気持ちでスーパーの利用をしないけんですね。皆さんね、ほんと大変な中働いてくださってますんで。じゃあ一旦止めましょうか。店舗前におかげさまで止めるスペースができました。なんかね、その駐車スペースの取り合いになったんですよ今で。私はもう完全に譲る方なんで、いつもで私の方が先に止める体勢に入ってたんですけども、ぐわーっとね突っ込んできてね、見えなかったんでしょうね、私の選手がね。でこの風景でギロって目があったんで、ちょっとね怖がらせちゃったかなと思いましたんで、私の方が道を譲りました。はい、ということでね、今回のテスト撮影、このハローズに来たところで終わりでございます。セルショーどうですか？やっぱりこう軽やかでしょ、加速がいいでしょ、もうすごくねふわっとした感じで前後左右に進むんですよ。ですんで、あまりにスピード出さなくても、こう道路の上をねこうなんですかね、セーリングのように波の上を行く、まるでねヨットのように進みます。まさにねセーリングオン・ザ・ロード、それがセルシオ。行ってきます。